ありがとうございました。皆さん来てくださった皆さんも来れなくて、お家からあのねエールし,してくださってたく。皆さん、皆さんも。<laughs> ありがとうございました。本当にあのー！嬉しかったです。とにかくありがとうございました。いや、もう話したいこといっぱいだから8時半からしたかったんですけど、ちょっと食にはでも。でもね。朝ごはんをちょっと食べただけだったから、ちょっとそう。どうですか？久しぶりに。 <laughs> 結構久しぶりの人もいるよね昨日会った人もいるけどどうでしたかなんかこのここでのショールームほんといつぶりかなおちぶち帰ってきましたただいま <laughs> まあなんかみんなによりいい姿で可愛い,い姿でお会いしたいなと思ってああ待ってみんな分た <laughs> わーもう嬉しいほんとにちょっと待ってタワータワー <laughs> 寒いなと思ったら冬やったね半袖着てちょっとタワーの俺清原ィオありがとうございましたタワーありがとうみんなこれ買ってくれましたか清原ィオタオル <laughs> めっちゃ可愛いよね結構、あのー、それぞれのグループで全然違った感じになっててねいいなって思いましたえ待ってもうありがとう嬉しいもう本当にあり,たわ <laughs> ありがとうありがとうもうちょっと話したいこといっぱいで、ね、コメントをめちゃくちゃ読みたいんですけどどっちか選ばないとダメだね まあ、本当ね、たるかった、ありがとう、ありがとう。そう、だからもう、みんなにより良い姿でまあ、お会いしたいなと思って、こう、頑張りたかったんですけど、全然ダイエットもできなかったし、まあ、もう、暇さえあればひたすら小顔ローラーはしてたんですけど。 大丈夫だったかななんかやっぱ生で会った時に「顔ちっちゃ」とか「足細っ」て言われたかったから頑張りたかったんですけどやっぱ自分に甘いからあんまりなんかそういうのできなくてもういつもの清原って感じだったとは思うんですけどまあでもちょっとでも多くの方になんかまあ良かったなって思っていただけてたらい,いただけてたら嬉しいです。<laughs> 顔ちっちゃありがとう。<laughs> うん、あ,りありがとう、うん、嬉しいよ。でも輝いてたありがとう、輝けてましたみんなびっくりしたバレンタインキッスで、あの、上から出てきたとき、ここだよーって。<laughs> あわかちゃん、昨日のお見送り、正直、ちょっとね、ステージから見つけれなかったんだけど、お見送りの時は分かった。ありがとう、来てくれて。 びっっくりり。したよね、やっぱりめちゃくちゃびっくりしたそんなにあっつなさんもお見送りで会えたからよかったそう結構ね正直なこと言うと私目めっちゃいいんだけど奥まで見えなくてステージが結構もやがかかっててで目の前とかすっごい見えるんですけど結構奥になってくると見えなくってだからそれがすごい残念だったんですよだから結構来るって言ってたファンの方見つけようとしたけど何人かしか見つけれんくて。 あ姉、ね、ちゃん来て欲しかった私も <laughs> そう余韻がねいやーなんかもう本当に今話したいこといっぱいあるからちょっとどうしようかなまあとりあえずはいえっ、ー、とそうだね終わりごろになったらみんなのお名前とかコメント読むねとりあえず話そうかあのー、まあほねコンサートの準備って1ヶ月前とかからするかと思ってたんですけど本当に 本当に本当にギリギリから始まりましてもう数日前ぐらいから始まって全てがセットリストとかもそれで初めて知って「へえ」みたいな感じでもう頭がパンパンだったんですけどまあもっと私はやっぱステージが少なかったのでもっとパンパンな子もいたと思うし全然私はねあれな方だったとは思うんですけどやっぱ振り覚えだったりとかをなんか今までは1曲をまあ 3日でまあそれも結構ねあの短い方だと思うけど1曲だから何曲も3日でみたいな感じだったからまあ、歌詞やらダン,スダンスやら何やらでバタバタしてなんかねそうだね結構あこんな詰め詰めで完成させていくんだなーってすごい思いましたねでえー、そうだねでもなんかうーん。 いや、もうあっという間すぎて私はまあ、なんかまあ正直なことを言うとやっぱ、もっとステージに立ってみんなとアイコンタクトしたかったなっていうのはやっぱ、ありますね。って言ってもやっぱりセカンドユニットですし、まあ、自分でこうやって言っちゃうのもあれなんですけど <laughs> ですしそれはね、あのー、あれなんですけどやっぱ、もっと成長して次はたくさんステージに立てたらいいなって思いました。やっぱ 3曲4曲ぐらいしかねステージに立ってなかったのでどうしてもなんかなんかねうーんこうみんなと交流をしっかりできた気がしなくてなんかだからそれがちょっともやもやしいというかそうメロンジュースをねそうなんですご存知の通り「サムデイ・サムウェア」はメロンジュースをカバーさせていただきました <laughs> HKT さんのねメロンジュースをまあね 最初り見て時はびっくししました私そんなこと想像してもなかったので「メロンジュース?」ってなったんですけどもうメンバーみんなもう大喜びで「あれを歌えるの?」みたいな感じで私たちはすごい楽しかったですねもうですけどまあみんながみんなが楽しかったかちょっとわからないけど楽しんでいただけてたらいいなって思いますまあやっぱあの2曲をね <laughs> なんでメロンジュースあのね全部各プロデューサーさんに関係のある曲を歌わせていただいてるんですよねなので GoodTears さんだったら「夢見る小中絶いられない」だったりとかそういう感じで小田さんに関連したね曲だっててで指原さんで HKT さんということで「メロンジュース」そう結構イコールラブさんかと思ったって方が多かったねそれ見てあ確かに歌,い歌ってみたかったなとも思ったけどでもそうだからちょっと正直ね あ、リモちゃんありがとう気づいたよ <laughs> そうみんな想像してそうだからなんか「メロンジュースとこういったらぶっ続けでいきます」って言われた時嘘でしょってなったんでしょ正直みんな歌いながらもう歌いながら踊りながらねあの2曲「レンちゃん」はちょっとやばくないかなとか思ってたんですけど大丈夫だったかな <laughs> もうね絶対可愛くなかったの私。 すごい必死だったと思うんですけどでもなんかとにかく私ちっちゃいからとにかくなんせちっちゃいから私はもうだからとにかく大きくしなきゃと思って個人のパートとかはなるべく大きい振りを入れるようにしてみたんですけどどうでしたかね <laughs> 結構大きく動くように頑張ったんですよ。めっっっちゃ可愛かかたたありがとうよかったー 安心しましまたもうねなんか正直ほんとのなんかあんまりね暗い話聞きたくないと思うけどみんなはんか正直な話を聞きたいかなと思って言うけどなんかあのねライブ終わった夜お母さんに電話して泣いちゃったんですよ私幸せでじゃなくてあ,、まあ幸せでじゃなくてって言ったらすごいなんか嫌な感じ聞こえるかもしれないんですけど。 なんか私自分の家のもなんだけど本当に向上心がもうあのえげつなすぎてあの <laughs> 本当にだからどこまで上に行けてもなかなかいやこれは完璧すぎたわってならないタイプなんですよ現状に満足しにくいタイプなのでなんでお母さんにいろいろ泣きながら話してましたでもまあそれっていいことだと思うし まあ、みんなにとっては何で泣い,泣いちゃうのって思うかもしれないけどまあ向上心あってのこれなのでまあうーんそうだねまあいろいろ思うこともあってやっぱいろんな意味で考えてもやっぱ自分の中ですごく納得のいくものかというとそうじゃなかった気がするのでなのでまあそうだねく悔しいっていうかちょっと何でもかんでも言えないけどまあ 一個言うとさ、まあ、悔しさはあったかなって感じはしました。ひたすら楽しかったんですけどだからなんかみんなのねあのあ、の感想お待ちしていますみたいなツイート確かし私したけど怖くてなんかあんまり見れませんでしたエゴさがエゴさえぐいのにえぐくなかったライブ後は怖くてすごい自分珍しく自分に自信がなくてその時。 なんかリオペンが他かの子のこと好きになっちゃってたらどうしようとかなんかいろいろ考えちゃって不安になったんですけどもうねえぐないエごさ,エなエさそうだからもう本当にステージから見えるこのタオルが救いだったし水色のサイレームが救いだったしなんかみんな本当にリオペンのおかげでね頑張れました。 えー、ありがとうみんな。寒い夜だからね、振り間違えたんです。ごめんなさい、ほんとに。ごめんなさい。<laughs> あの、ほんとにすいません。もうあそこ私、間違えたことないのに、なんでか間違えちゃいました、早まって。寒い夜だから、をカバーね、最後にさせていただいたんですけど、みんなで。で、最後の最後を間違えちゃって、すっごい恥ずかしかったんです。もう、すいません、ほんとに。ずっと水色見てた。ありがとう小宏さん。 お見送りで分かったお見送りでも分かったからありがとういや <laughs> いや先生ほんとにねりおん今日のメイクかわいいああありがとう今日はね新しいねコスメを使います実は今日新大久保行ってて今日新大久保行ってましてそうなんですよ <laughs> もうなんかいろいろ考えちゃって爆買いしましたまた載せるねすごい爆買いしちゃったので <laughs>。 <laughs> すっきりしましたけどやっぱこういう時はね聖地ですね、うん、はい出た新大久保えマジほんそうだよそう新大久保に行ってました <laughs> 今日は結構がっつり買い物しちゃったいつもはねまあチラ見していくぐらいだったんですけど、うん、カカオのキャラクター買えたよ <laughs> みんな出た言うな出た言うなわ <laughs> かるけどねそういろいろ買っちゃったのでまたゆっくりみんなにお見せします <laughs> そう、えー、えっとねまずライアンは買ったしあとお菓子も買ってメイク道具もいっぱい買いました今新しいディップと新しいベースを <laughs> 塗ってますはい <laughs> そうなんですよ、はい本当にまあ新大久保行けばディオンに会えるって本当そうですねはいライアン欲しいよねわかるよ私も本当にね なみみみなんだ。みみちゃんもありがとう来てくれて。<laughs> フォローしました。ありがとうございます。高さんありがとうございます。お何です。あちょっとライブの話しないと。い今は聖地の話してる場合じゃなかった。ライブの話ね。えー、もう本当にね。幸せでした。幸せだった。えー、ななんか裏話したいんだけどね。裏話するとしたらね。えー、っとねそうだなな何があるかな。 裏ででコーラめっちゃ飲んでた私なんかひめりに「なんか喉にあんまよくない」って言われて炭酸はまあそれまあそれでまあそりゃ、まあ、そ,そうよなって思ったけどさ <laughs> だけどでもまあ別になんか炭酸飲んだからって声出なくなったってことはなんか今までないからいっかと思って裏でめっちゃコーラ飲んでた私 <laughs> 裏を戻るためにワーって飲んでました <laughs> 結構なんか休憩時間がね あの、もっとステージねもちろん痛かったんですけどそのスケセトリ上ねなんかずっと裏にいる時もあったのでそう <laughs> コーラ飲んでてえあとなん,なんだろう、ね、コーラ飲んでそうあの朝みんなで来たんですけど会場の方にね裏から来たんですけど。 ね、楽屋が、まあ、2, 2つ用意していただいてて、まあ、2つに適当に分かれてくださいってされてたんですけどた、まあ、またまグッドティアーズ、ラブコッチ、サムサムが同じ部屋で,で、えっと、シュークリームロケットとラストアイドルが同じ部屋でっていう2点分かれててで、あのー、楽屋に着いてから早速ねみんなチョコレートくださったんですよでなんか私すごいバレンタインしたかったしなんか。 え、めっちゃバレンタインな感じじゃんってなんか思ってたのになんかよくわかんないけどバレンタインのこと忘れててすごくでなんかだ <laughs> からみんなからもらってえ今日バレンタインじゃんってなってなんかもうなんだろう私の中でもう完全にライブの日になっちゃっててえ、もうグッドティアーズなんかみんなくださったんですよもうだから「わわもうごめんなさい」ってなって私何も返せなくて今度お返ししなきゃと思ったんだけど。 そうなんでまあ楽屋の中はね結構ずっとワイワイとしてましたねやっぱファミリーコンサートなので普段はまあライバル同士なのでね最近はもうもろライバルだからあれだけどやっぱファ,ミリーフ,ァファミリーコンサートとなるとね仲良くなこう結構グル,、まあ、グループ同士でも,もちろん固まってはいるけど結構グループ関係なく仲良く誰と結構そうだなかなちゃんとか ほのちゃんとかか結構話してたかな、うん、でもなんかかなちゃんはね結構話すた気がする朝日かなちゃんね私がもともとすっごいタイプだから顔がで結構「ラスアイよろしく」でもあの途中で隣同士だったりとかあと最後のねお見送りの時もねかなちゃん隣だったりとかして「そほのぴーって面白いよね」って思いました「<laughs> ほのぴーって面白いよね」そうそうなのそうなんです って感じで結構まあワイワイとしてましたねみんな写真撮ったりなんやりで食べたり飲んだりってしてましたね私も結構常に食べたり飲んだりしちゃってましたね <laughs> 割とはいそうで今回ねなんとマジマジのメイクを担当させていただきました <laughs> どうでした昨日のマジマジ、まあ、いつも可愛いから分かんないと思うけど可愛かったでしょいつもまして可愛いと思ったでしょ あのなんかまじまじがこうメイク道具をね持ってきてなくてで,でその日、ちょっとねメイクをねしていただく時間がなかったのでみんな自分でしてたんですよこう私もあの昨日、全部自分でやってたんですけどメイクは、ま、髪だけしていただいてねーで,でも、まじまじがメイク道具持ってき忘れちゃってたからというかほとんど持ってないからね、まじまじがあんまりメイク道具とかでだからもう完全にフルであベースだけしてもらったのかな。マジマジ 肌だけまあ肌もねする必要ないんだけど、まあ、ちょっとしていただいて私がすることになったんだけど、まあ、普通に楽屋でしててまじまじおソファーにす座らせてで私ひざまずいてこうなんか書いてたんですけどこう座り合ってたらやりにくいからしゃがんで必死にやっててずっとでなんかなんかねもうねすごいさバレンタインだったのもあってすごいなん,かなんか恋してる女の子に なんかメイクしてあげてる気分だった。そういううぶな感じの子に、本当マジマジってメイクわからない子だから、なんかもうずっと私がなんかするために、ーってなってたんですよ <laughs>。それがすごい可愛くて、まあ私はもう普通にメイクが大好きで、こういろいろ買っていろいろ試してってやってるから、なんかあんまりそういうしん、なんだろうね、いちいちァーってなったりするしないんですけど。 人にメイクするってすごいいやでもね本当に全然ね私人にはあんましたことないのよ全然だから結構昨日がね初めてなぐらいちゃんとしたのはねでなんかあ <laughs> のねびっくりしたのがアイラインあるじゃないですかディキットにしたんですよあのディキットっていうのは筆のやつね筆の今私使ってるんですけど昨日もこれで書いてるもうほんと筆のやつねで 描こうと思ってでまじまじはナチュラルが絶対いいからブラウンにしようと思ってブラックじゃなくてブラウンで引こうとしたら肌がツルツルルすぎて引けないんですよあのー、何回ピッてしても乗らなくて「え何これ何これ」これってひめりとかもにも見守られながらメイクしてたんですけど「えな何でつかないの?」みたいな「やばくない?」みたいなって <laughs> で違うアイライナーに変更してあのペンシルタイプの。 にしたらなんとか描けたんですけどび,びっくりしました私もうなんか肌がツルツルすぎて描けなかったんですよアイラインをが私びっくりしてでそっちで描いてでえっとなんかピンクのラメを私が昨日アイシャドウまぶたにつけてたんですけどでマジマジもうピンクのラメ似合いそうだなと思ってピンクのラメつけてであとすごい薄いブラウンもちょっとのせてみたいな感じで はいまじまじのあのー、アイラインはね鼻がつるつるすぎての <laughs> りません、はい、びっくりしたでマスカラもまあ程よくしてでまつげはクリッと上げてでチークはまあほんのりとした感じでし,ましたねでリップは自分で持ってきてたから <laughs> そうリップはリップもすごい可愛い色塗ってましたね薄いピンクのであれあのまじまじが完成しましたもうめっちゃ可愛かったね でも正直私がメイクした「まじまじ」はもうさらに可愛かった <laughs> 自分で言うのもなんだけどやっぱ土台がいいからすごい楽しかったですね、うん、あとね「まじまじ」にあのメイクする前に実はひめりのねアイラインも引いてて昨日あ違う、えっと、コンサートの前の日の夜にひめりからあのラインが来て「明日アイライン引いて」って来て <laughs>。 <laughs> いいけどうまく弾けるかなとか言っててで結局私が「だからね、ひめり」って結構目の形が何だろうなぁちょっと特徴的なんですよいい意味でねかわいいんですけどなんかだからすごい切れ長なアイライナーアイラインが似合うんですよね羨ましいことに。だからで結構映像とか画面を通して映ったりとかあと。 あのなんだろう遠くから見られたりするから昨日は濃いメイクの方がいいねってなってひめりに結構長めのねあのアイラインをね引きましたそうな感じで結構いろんな人にメイクしてましたね <laughs> でいろんな人に結構かしメイク動画ね貸し合いっ子きのは結構してましたねバタバタしててそうそうねひめり目が特徴的だよね可愛いなって思う何だろう輪郭も綺麗だしなんかまあほんと将来有望な顔って感じですよね <laughs> そうなのあそう皆さん <laughs> 皆さんえっとラストアイドルファミリーのファミリーのなのかなラストアイドルファミリーのセカンドシングルが、えー、4月18日に発売決定になりましたーはーい <laughs> はーいそうなんですよ <laughs> なりましたでまあびっくりしました <laughs> びっくりしたのかなみんなわかんないけどびっくり し,したかな私はびっくりしたよまあ別になんか全然ねもう戦いに必死すぎてあのなんだろういつ発売なんだろうとかをなんか考えてなかったので全然うんなんでなんかそうあそうかそうか発売するためにするのかとか思,思ってて <laughs> そうそうパチパチがいっぱいだねありがとうございますありがとうそうなんですよだからまあそうだね 今ちょうどえっとあさってかんあさって収録系対サムサムなんですけどまあこれしたシル <laughs> の携帯サムサムなんですけどみたいななんか文章でたんですけど何これ <laughs> 私のシリしょっちゅう勝手に反応しちゃうからごめんなさいそう そうなんですなのでまあどの曲が表題になるかわからないんですけどまあ本当にあのやこちゃんが言ってたようにどの曲が表題になっても応援してくださいね皆さんはいなんでまあこ,ういうこの声やトランジットの応援は変わらずよろしくお願いいたしますそうシリが <laughs> いや「ヘイシリ」って言ってないのになんかなっちゃいましたはいサムサムも頑張れありがとう頑張れよー頑張れありがとううんなので 頑張っていきたいと思いますあと何があったかなあ、あとえっと昨日のライブの模様がえっとスカパーのテレ朝チャンネル1にて3月24日ちなみに私のお姉ちゃんの誕生日ですねにあの放送されることになったので皆さんよろしくお願いしますね私も早く見たいです あ、そう、ディボの姉ちゃん、そうなんです、皆さん今週のね、対決の予告が出たので、よろしくお願いいたしますはい、お願いしますね見て、見てくださいそうだよね、スカパー入ってない方もいらっしゃるよねだから、あれだよねそうなんですよ <laughs> お願いします <laughs> そう、サヤネの誕生日なので、みんなお祝いしながら見てくださいお願いします、3月24日ねはいあと、なんだろうね何,何話したらいいのかな DVD って出るもんなのかな私分かんないんですよね。予告見たありがとう。あ、あきくん覚えてる覚えてる。ありがとう。そうなんですよ。なので。あ、スカパー見れない方多いねい。でもね、正直ね、うちのお家も見れないからね、どうしようかなって思ってます今。 <laughs> なので、まあ、ちょっとでもまあ見たいよね早くなんかどんな風に映ってたのかがわからないから気になるなって感じです、はい、何話そう何話そうかなもうなんかこの数週間なんか怒涛すぎて <laughs> 頭の整理がまだついてないですね本当にはい なんだろうね、どうどうでしたみんな昨日楽しかったですか <laughs> 楽しかったかな昨日初めて私のこと見た方もいらっしゃったんだよね多分何人かはちっちゃかったやろちっちゃかったやろちっちゃかったよね絶対 <laughs> ま楽しんでもらえてたらいいなって思います楽しかったあやしさんありがとう メロンジュースは首大丈夫大丈夫だよでも結構なんかあのベレー帽がね取れるか怖かったのでガッチガチにベレー帽ベレー帽止めてもらってましたねほんとにもう全部の方向にピン止めていただいてましたあ福福く君とタ太君お見送りの時めっちゃアピールしてくれてたから覚えてるよありがとう <laughs> 俺亮太亮タ俺福助って言ってたのを覚えてるいやでもほんとねなんか 早すぎてちょっと寂しかったなあのあのー、お見送りのとこみんな走ってたでしょもうもはや <laughs> 走ってるレベルだったよねだからなんかあれだなぁと思ってそう帽子よかったありがとうそうだからベレー帽外すわけにはいかないからもうガチガチに止めてもらってましたうん <laughs> 一番ちっちゃいというかねなんかね私と同じ 151cm が 何人かいる感じかな。なんで、まあ結構一番ちっちゃいには入るのかもしれない。チョコレートのメッセージ書くの大変だったあのね、実はね、あの、あれだよ。リップがないから漏れないんだ動画の時あれ、あれだったあ <laughs> そ。それ書いてる最中の動画です、あれ。だからリップがなくて、で目がパサパサしてたんです <laughs> え。楽しかったよ、普通に。なんかまあ、あのー 何枚書いてもらえますって言われた時はえ、そんなに書くんだって思ったけどなんかこう一個一個のなんかネタを絞って考えて書くのがすごい楽しかったですなんか何個か被ってるやつあるかもしれないんですけど結構全然違うこと書いてたりはしたと思うのでまあ、当たった人が楽しんでいただけてたらやげにくい講師だった津菜さんマジで本当に そう目がパサパサだったあれディープがないから漏れないんだだけしか書いてなかったけど目も,目もパサパサでしたねあの時もうなんかひたすら集中して目パチリガーって書いてたから本当にそうネタっていうあたりが芸人そうですねすいません結構でも結構ねゲットした人多いよねねそうそうそうなんでどうでした賞味期限1年前かもしれない いや私それすごいいいなって自分的に思って結構書きましたそういうのあ何書いたかないろいろ書いてるのでまあみんな当たったらまあたの楽しんでくださいはいまあなんかキュンキュンすることを書きたかったんですけど結構ふざけた文章も多かったかもしれない私ごめんね <laughs> すいませんはいそうだったんですけどあと色紙は誰がキャッチしたんだろう私色紙を投げるのの忘れそうになってあの ラスアイよろしくの時にねみんな色紙を1人1枚投げたんですけどなんか投げるの忘れそうになっちゃってあの、急いで投げたからなんかやっぱああいうのってディオペンさんが喜んでくださると思うからディオなんか、私のタオル持ってる人とかに投げようと思ったのになんかわけわかんなくなっちゃってなんかとりあえずバーって投げちゃったんですよ。そう、なのであとサインボールはねほんとに夢だったのでしかもなんか上からサインボールってねなんかねすごいこうなんか なんだろう憧れてた感じだったので嬉しかったですねうまく投げれなかったんですけどやっぱなんかサインボールだったりとか、あのー、色紙だったりとかはやっぱ自分のこと応援してくださってる方になるべく、あのー、当たったらいいなプレゼントできたらいいなって思ってたのでなるべく私の持ってくださってる方に投げようとしたんですけども私下手くそすぎて本当にあに、のー、投げるのが全部。 全然ダメでした <laughs> 後ろの席に届きたかったんですけど多分届いてなかったよねごめんねえ私下手くそだよ投げるのそう下手くそだからさあれだった本当にイオンに会いたいありがとうそう言ってくれてそうだよねお留守番組も結構何人かいらっしゃったと思うからそれはうんうんうん さみしいというかなんというか <laughs> もっとたくさんのね方がいてくれてたらもっと頑張れたと思いますまあ十分頑張れたんだけど次はもっとたくさんのディオペンの皆さんと楽しめたらいいなって思いましたはい <laughs> でもね結構ねディオペンのみんなのことを見て投げたつもりなのでそれが伝わってたらいいなって思います外しちゃったとしても結構 一人,一人の顔を見て目がけて目がけててかけボンってなんか上から投げるのはあれだよねなんか思いなそうやって思いながら投げてたんですけどなんかまあでもそういう思いで投げてましたはいあ,あそうだねちょっといろいろ話したいのになんか思い浮かばないやなんだっけえそうだなとりあえず一個一個を振り返るとなんだろうね うんあまず「アゲンアゲイン」から始まったじゃないですかあの私ああ待って待って,って今健二郎さんとガタガタさんお花くださっああそういうことかそういうことねそうそうそれの話もしようと思ってたあの皆さんそうアゲアゲの話ちょっと思いっかかったですよねあの お花をね実は現地まで見に行くことができなかったすごい残念なんですけどお花届いてたのをあのお父さんが私見に来てて昨日お父さんが撮ってくれ,くれたのを見ましたあのありがとうございますガタガタさんとケンジロウさんかなだよね確かがこう単独としてくださっててあとサムサム 全体にくださってた方もいらっしゃって本当にあのお花をねくださった皆さん本当にねありがとうございましたすごい見に行きたかったんですけどあの直生で見,見ることが見に行くことができなくてだからあの写真で見たんですけどすごいあんなに、ね、お花がたくさん来てたらしくてありがとうみんな本当に嬉しかったですありがとうございます <laughs> ありがとうみんな <laughs> そうなんですよ <laughs> っていうそう、お礼をねしなきゃと思っててそう。ディカプリオさん <laughs>、プリオさん <laughs>、もうプリオさんになっちゃってんじゃん。そんなそうなんです。聞いてました。ねやすごかったよねー。嬉しかったです。本当にありがとう。みんなそんなにディカプリオディカプリオってなってるじゃん。もうコメントそ,そ,そうなんですよ。皆さんそんそんなにびっくりする。うん。<laughs> そそ,そうだよ。うん、そうだったんですよ。 いやありがたい。見たかったほ、うんとに。あ、おゆうちゃんも協力してくれたんだね。ありがとうみんなほんとに。ありがとうございますみなさん。ありがとう。嬉しかったです。な、なにちょ、あのー、花だけ参加させてもらいました。ありがとうなみみちゃんも。ほんとね、そうだよね。現地にいらっしゃらなかった方もね。 あの花ご協力してくださった方もいると思うのでありがとうございます今度直接みんなにお礼言いたいなって思ってほ、うんとねやっぱライブって楽しいけど交流の時間はあんまりないから、うんね、あれだよね、うん、そうなんですよはいで <laughs> そんなにす <laughs> そうなんですで「あ a g a アン a g ゲインからねあもう私ほんとに緊張しちゃってすごくあの収録系の 終盤でね私たちがマイクスタンドを持っててん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 って出てきたんですけどその時もあの緊張してマヒロンがマイクスタンド置くとこに私間違えて置いちゃって初の登場シーンだったのにもう間違えちゃってもうすごい恥ずかしかったですもうすいませんあんなとこではいすいませんでしたそうなんですであのねあれだよ 間違えちゃって、で切り替えて急いで、まあ、うん、急いで着地、着地で <laughs> その位置に着いたんですけど緊張伝わってきた、そうだよね緊張伝わっちゃったよね、ごめんね下のマイクの位置間違えたの、ごめんねでもやっぱり昨日いろいろ歌ったけどやっぱアゲインアゲインが一番こうなんだろうね、いろいろ感じましたねうんなんだろう、あの始まりよね なんかいつもなんかライトが綺麗だなって思いますサムサムのアゲアゲの時の照明をすごい綺麗にしてくださっててあの青い感じのなんかすごいなんだろう、ね、な何て言うんだろう <laughs> あ青,ざ青ざめたじゃない <laughs> <えっと笑>すごい爽やかな感じのねなんか演出の中でしていただいててやっぱあの歌歌うと初心に変えれるというか改めてうん。 幸せでしたあのなんだろうなんかバレてる人もいるかもしれないけど結構泣きそうになっちゃった私最後の最後のなんかほんと裏でもずっと泣きそう泣きそうって言っててでもなんかまた泣いたらなんか何度もこいつって思われちゃうかもしれないからでも涙ってこらえれないじゃないですかままあ頑張っってこらえししたたはしなかった <laughs> でもなんか本当に結構あのー、この回はトランジットでいろいろ勝負するにあたって結構いろんな壁に ぶち当たりながらサムサムが今なんか歩いているところなのでみんなね結構ねまあデビューデビューした頃からこの歌本当いいよねって言ってたけどなんかいろいろあっての今よりよく感じるよねってみんなで話してます最近やっぱこの歌めっちゃいいよねってそう言ってて、うん、だからなんかそうだねアゲインやダーゲインを歌う時はの 景色がすすごい好きですなんかやっぱりいやもちろん他の歌の時も綺麗だし景色ってサイリウムも綺麗で雰囲気もすごい良くてみんなが声出してくださってていやもうなんか嬉しかったんですけどやっぱ「アゲアゲ」の時のあの空気感とみんなの感じがすごい一番好きでやっぱりいいなって思いましたねはい。<laughs> まあなんかもう緊張しちゃってねいろいろあれだったんですけど、まあ、大丈夫だったかなはい神曲だよねもう本当に思いますありがたいですあんな曲を歌わせていただけてなん,なんだろう「アゲアゲ」歌う時はすごいなんか昔の自分だったりとかもうアイドルになるずっと前の自分だったりを思い出してあ今ここにいるんだみたいななんかそういう思いに なるで,でな,んかなんか序盤のとこは最初そういう気持ちで歌って踊ってますねまじまじの最初のパートだったりその前のなんかバッサバッサのとこだったりとかは結構なんかそういう気持ちをかみしめながらなんか昔があって「チョコちゃんチョコちゃんただいまチョコちゃんもう私チョコちゃんいつぶりやろほんとに <laughs> めっちゃ笑ってるやん」 チョコちゃんずっとこたつにいたから暑くて笑ってる <laughs> えっオ歌上手になったほんとにもうなんか緊張して声が出,出なかったですもう大丈夫だったかなチョコちゃんチョコちゃんチョコちゃんとも久しぶりにねさっき会いましたけど <laughs> 暑いか暑かったごめんね暑いね そう、チョコちゃんとも久しぶり久しぶり久,久しぶりに会いましたねはいまあほんと家族と離れてねもう何日間も今回はすごい連泊結構ね今までで一番長いんじゃないかってぐらいの長い長旅だったんですけどまあでもその中でもあのー、お母さんとはまあ、ほぼほぼ毎日電話、出れなっちゃった電話し合って。 話して,して,てやっぱお母さんには何でも話せる,話せるのでやっぱなんかその泣いたり笑ったりだったんですけど、まあ、それがあったおかげでまあなんとかね乗り切れましたね。まあ本当にやっぱ向上心 <laughs> 向上心だったりとかなんかなんだろう目指すものがあるからこそ。 いろんんなな気持ちになれるんだと思うしホームシックになると思ってたんですけどなんかそういう間もなかった感じなんか <laughs> いやそんなそんな言うほど忙しくなかったけどまあでもそうだね朝から晩までが多かったので結構そうだねそういう暇がなかったのはあったかもしれない暇がなかったというか。うんてかなんかそか何もしてない時そのリハ中じゃない時でも覚えることとかでいっぱいいっぱいになっちゃってなんかそういうの。 考はるかちゃんと僕らのゆりか一緒に立てほしいえー、歌いたい結構ね裏でねはるかちゃんとのねマイク手渡しが多かったんですよ番号のねあれでそう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 お疲れお疲れお疲れ頑張ってみたいな感じで <laughs> もうほんとバタバタしてたんですけどうんまあほんとにねなんかね結構ねこの数日間で私他のファミリーのみんながどうだったか分かんないんですけど 私はすごく今までのことを思い出しました今までっていうのもラストアイドルの今までのことを思い出しましたねなんか毎日ファミリー全員で会ってあのー、こう会ってると毎日ファミリーのみんなとその毎日数日間ずっとサムサムのみんなといることはあったけどファミリー全員でね毎日一緒にいるとあんまりなかったからなんかみんなと一緒にいてみていろいろ思い出しましたねあ。 この子とこの子が戦ったんだよなとかあ、この歌懐かしいなとかもう私本当にリハでやこちゃんのあの残酷な天使の手術とか聴いてる時とかすごいなんかえ懐かしいってなりましたね私初回から見てたのでなんか全てが懐かしくてなんかいちいちいろいろ思い出してましたね。なんか どの曲もやっぱ私自身はやっぱなんか他のね戦って負けちゃった子だったりとかはなんかその歌聞くと辛いとかあったかもしれないんですけど私はほとんどなかったんですけどやっぱなんでか分かんないけどなんかミーターの「あのハルジオン」はなんかそうだね何だろうなんか直接的に関係してないけどなんとなく関係してるからかいろいろ思い出しちゃってすごいなんか。 苦しく悲しくなんかああ思い出すなみたいな気持ちになりましたねなんか一番こう泣きそうになったなってな,なりましたねすごくうんいやどの曲もそうなんですけどで私あやちゃんのあのソロあったえ待って思い出せないあっ優しい気持ちそう優しい気持ちがすごい好きで。 いやーあれを聴きたかったのにあやちゃんが歌ってる最中ちょうど着替え真っ只中ででも着替えながらみんなえ見たいえ聞聴きたいとか言ってましたね <laughs> だから結構ほん好きな人多いと思うあやちゃんのあの声にあの歌すごい合ってるしすごい好きだったねミみーたんのとこ泣きましたよねいやーなんかいろいろほんとこの数日間でいろいろ思い出しましたねうん懐かしいなって思ったなんか まあ私も結構あのー、みんなそうだけどけ結構関わってる関わってるというかそのなんだろういろいろあったじゃないですかラストアイドルっていう番組の中でだからなんかほんと最初の最初から思い出しましたそのあのレ、ー、ナちゃんと戦った時のこととかまで思い出したすごい、うん、いや懐かしいなーって思いましたねあれは。 もう本当にね、最初初めて挑戦者としてなんか、出てきたとき負けたとき本当に絶望的な味わったことないほどのなんか、絶望的ななんか、感情になったのを思い出したすごくで、みーたんとの対決もすごい <coughs> 恐れながら挑んだなって思い出して。 本当に全,全部がなんか懐かしく感じてなんかラストアイドルファミリーって深いなって一人一人の関係性だったりとかなんか一人一人のなんかなんんかだろうね歩んできたもん道だったりとかがすごい深く感じてすごくないですか私だけかな、こんなに歓喜余ってるのいろいろ思い出しましたね今回を通して。あありがたたかっでですまあ、それで、うん あの演出はずるいよね私的によくすごいよかったですすごいよかったうんみたの対決は神回ありがとうと言ってくれていやそうだねなんかそう言ってくださる方がいたからまあなんか私は正直本当にみタたんと対決するってなった時にもう多分もうあんまり覚えてないけど確か断る予定だったんですよあの話をいただいた時にあれよあれあれ ベレー帽でツインテールして「長槻さんと戦っていただきます」って言って「えっ?」ってなってたやつあったじゃないですかであのあと持ち帰ってで「やらないです」って言ってたんですけどなんかみんなが「神会」って言ってくださってであれをきっかけに私のこと応援しようって思ってくださった方もいらっしゃったからで自分にとっても大きな経験になったしあの時の気持ちはすごい今糧になってるし。 あの時断らななくてよかったなって思います自分に権利があったからどっちにもできたわけじゃないですかだから私が断ってたら断ってたで何か別のことが起きてたのかもしれないしそう思ったらなんかほんと一つ一つの選択ってなんか深くないですかうん、すごい思っちゃいましたはい <laughs> そう懐かしいよねだからなんか結構そういうセットリストだったと思うので、まあ、ラストアイドルファミリーファンの皆さんにも なんかあのー、いろいろなんか思い出していただいててたらいいなって思いますはい <laughs> そうだねあとそうだね何な,なんだろうね「アゲンヤンドアゲン」歌ってでえっとね「アゲンヤンドアゲン」歌ってでバレンタインキッスー終わってバレンタインキッスが 終わってから結構時間が空き時間がすごい長くてあの兼任グループとあーソログループと兼任グループのあのあれがあったのでその間ねずっとこうあの楽屋にね着替えてからいたんですけどそうなねその時はまあラブコチとか、まあ、サブサムがいたのかなあのグッド・ティアーズは結構兼任で抜けてたりとかが多かったので。 みんなで普通に楽屋でモニターで声はあんま聞こえなかったんですけどあの楽屋から見てました会場の感じを <laughs> でも本当に最初バンドワゴンで始まったじゃないですかでバンドワゴン終わってラストアイドルのみんなからマイクもらってでした時になんかみんなすごいねあの 今日もお客さん、すごい盛り上がってくれてるよってみんな言ってて、ラストアイドルのみんなが。っていう気持ちで出れたので、ま良かったです。やっぱトップバッターのラストアイドルはすごい緊張しただろうし、まあなんかね緊張なんかなかったかもしれないけど、緊張するじゃないですか、やっぱ緊張するじゃないですか、トップバッターって。と思うし、でもラストアイドルのみんながね、そうやって言ってました、みんなのこと。で、私もね、実際感じましたね、すごかったなって。 みんなの声援がねすごかったですもうありがとうございました私も早くライブしたいですもう終わってすぐえなんか早くないって思ってみんな早くあっという間って言ってたと思う多分そうなのでそうなんですバレ、はい、ンタインキッスの言い方かわいいんで <laughs> おかしいですかねすいませんはいそうなんですよなのであ 空き時間はねえー、ほんとコーラ飲んでたよ私 <laughs> コーラ飲んでましたうんコーラ飲んでたうんえー、でも幸せすぎて幸せだったけどなんかもっとみんなと一緒にいたかったなっていうのが本音ですねやっぱりはい、うん、みんな的になんかどうです正直ねみんな的にどうでしたかって聞くのも怖いです何でかわかんないけど 堂々と話したいんですけどなんか緊張しすぎちゃってなんかもっとできたのにっていう気持ちでいっぱいですね結構コーラ女子リオですはいそうです <laughs> いや寒さ構私ぐらいだと思うコーラ飲んでたの <laughs> みんな何飲んでたっけなえ普通にお茶とか <laughs> お茶とか飲んでた気がする普通にそうなんですようん <laughs> マリオンほんとかわいかったありがとうそう言ってくれて嬉しいよいやほんとにね初めてのライブでしかもなんか自分の好きなアーティストさんがライブしてた場所だったしまあ、なんかいろいろ考えすぎちゃってなんか緊張しちゃったっていうのも大きいかなって思います <laughs> えー、ももっモモコーラおいしいんですか耳,耳,耳じゃないもも 桃味のコーラ美味しいのなんか結構人それぞれあそう桃コーラで思い出したあの、いつもひめりと買い物してたんですよあのコンビニでコンビニでひめりと買い物する時にひめりはそんなにいいんだけど私はすごい心配性だからなんかいちいちあのエゴサするんですよそれに関してエグいエゴサはまたなんか気になる商品があったらこれどうなんやろうと思って検索するんですよねその場ででなんか レイヤがあのセブンイレブンのゆずレモンサイダーだっけゆずレモンソーダだっけあのがすごい好きなんですレイヤめっちゃ好きなんですよでめっちゃ飲むからそんなに美味しいなって思っててでそれと一緒にライチサイダーがあったのでなんかどっちが美味しいのかなって思ってでライチサイダーをツイッターで検索してみたらもう評判がもう,もうめっちゃ良くて。 <laughs> いやそんなにってぐらいみんな褒めてたから買ったらいや美味しかった <laughs> 本当に美味しかったです <laughs> 後味がちょっとあ,あそうなんだえ,え桃の香り強いの私は好きなんだけどえ,えじゃあ買ってみる買ってみるうんあ,あ人によって好きけらいある私は好きな気がするなそういうのそう譲れもそうだかな多分そう で、ライ,ライチーを買った多分ゆずれもンもう美味しいだろうけどそうライチーの方が美味しかったですねそう飲んだことある人いるかな <laughs> 美味しかったよねああと5分だなんか言葉を整理してなさすぎてなんかなんか正直言うとこう、ライブ終わっての率直な気持ちがなんかみんなが求めてる言葉じゃない気がしてないんです たくな感じのなんか意外と楽だからだかね何だろうそういうのばっか考えてるからなんかみんな,なんかの思ってるような感じの言葉が出てこない気がして今だからうまく喋れない今 <laughs> いやもちろん本当に楽しかったしなんかみんなに言うことは全然ないんですよ あのこの気持ちはなんかみんなの歓声が小さかったとかじゃないし逆に大きすぎてびっくりしたし本当になんかみんなのあれじゃなくてなんか自分自身のねあれなんですけど、まあ、次に生かしてリオペンのみんなには誇らしく思ってほしいのでももっっっともっと頑張りたいなって思いな思ますやっぱみんなが私の推しこんなこんななんだよみたいな。 なんか <laughs> って言えるぐらいねになってくれたらいいなって思います。うん。でも結構やっぱ。なんか私はなんだかんだ言ってもね。自信をなくしやすいタイプっていうか、元も々自信がない人間なので、ほんとみんなの一つ一つの言葉が強みになってるので、なんかまあ、あの。 褒めて伸ばしてくれてたら嬉しいですなんかスタッフの皆さんあの裏でねたくさん動いてくださっている皆さんとかも,もう私が褒めて伸びるタイプって知ってるからすごいねもうなんかわざとらしいくらい褒めてくださるんですよすごい適当な褒め方だけどなんかなのでそう,そうやってディオペンは私に甘やかしてくれたら嬉しいですでも結構うちの なんかお父さんお母さんもなんかそういうの分かっていつも私にねもう褒めることしかほとんどしないのでなんかいつもねあの東京いる時も電話が強みになってるしうんなんかって感じみんなの言葉に支えられてるのですごくなので <laughs> これからもまあ1人で頑張るかもしれないけどままでもまあディオペなるべくディオペンと一緒になんか頑張っていけたらいいなって思います。 であのなんかライブの話ばかりしちゃったけどねどうなんだろうこれがなんかいけなかった人のために結構いろいろ話したつもりだったけどそれが逆に嫌だったかもしれないしわからないんですけどでも本当にあに以前ショールームでお話ししたようにもういつまでもみんなのこと待ってるしなんかあのライブはあの子たちは来てたけどあの子たちは来れなかったから次はあの子たちがとかを考えてねこうなんだろう ちょっとうまく喋れないんですけど本当になんだろう機会ができた時にね毎回毎回東京での平日のライブなんてねいけるかって言うとそうじゃないと思うしあのー、本当にそうなのでだからそういろいろ考えちゃうんですけどだからそれがこんなにねこうやって私を一番に好きでいてくれてる人がいるの。 ね申し訳ない本当にでも本当にみんながいるから頑張れるのであと1分やんやばい <laughs> 明日ゆっくりお話し,しますちょっとでも本当にとりあえずみんなのこと大好きだなって昨日改めて感じた一日でした本当デリオペンが一番だなって思ったもうありがとうみんなもう本当に感謝が1時間じゃ収まらないぐらいあるってことでねまあちょっと明日ちゃんともっと気持ちをまとめてね やろうと思います本当に昨日ねもうやばいから、ね、楽しかったですありがとうございましたまたあのライブがねをできるようにラストアイドルファミリーみんなで頑張っていこうと思いますのでよろしくお願いいたしますので <laughs> でもまたすぐ会えるか次またすぐ会えるけどねライブもね早く